ちは、本日はお忙しい中、小沢一郎議員を支援する会の勉強会、新潟県2つの選挙から学ぶ野党共闘にお越しいただきましてありがとうございます。では、はじめに小沢一郎議員を支援する会代表伊藤明弁護士よりご挨拶いたします。伊藤代表、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ちょっと今日水曜日でですね、時間もこの中途半端な時間で、それからご覧の通り他の部屋でですね、今日いろいろとこの野党共闘の問題とか、それから森友学園の問題での勉強会等をやっているようで、ちょっと参加者が分散してしまっているようなんですね。で、それでまたたくさんの方がご出席されると思いますので、とりあえず入りさせていただきます。で、このところずっと森友問題がマスコミをにぎわしておりまして、盛んにメディアの方では忖度忖度という言葉を、使っておりますけれども、あれだけの大きな問題を一位官僚が忖度をして勝手に処理できるなんてことはありえないわけで、これはもう完全に総理夫妻あるいはその政権がですね、森友学園の設立について、具体的な指示をしているというふうに考えるのはもうこれは当然だと思うんですね。で、先日衆議院参議院で証人喚問あるいは参考人招致の尋問あるいは質問がありましたけれども、率直に言ってですね、私たち、弁護士の立場から見るとどうもその国会議員の質問というのはなかなか党を得ないところがあって、そもそもね、まず籠池さんがいつ頃からどういう形で安倍夫妻と関わりを持っていたのかということはまずはっきり分かってないんですよね。で、今報道されているのはあくまでも籠池さんが昭恵さんに留守電を入れて、その後なんとか谷さんか経産省の役人がね、財務局に問い合わせをしたという程度の情報しかないんです。だけど一番大事なことは、そもそも籠池氏がいつからどのような関係を安倍夫妻が持っているのか、で具体的にどういうことを依頼したのかというところが一番肝心なところなんだけど、そこを何も聞いてないんですよね。で、その100万円がどうしたこうしたっていうことも、重要な問題ではあるけれども、やっぱり一番大きな問題はやはりああいう異常な学校が総理夫妻に、総理あるいは内閣によって支えられて生きていたというところの解明が大事だったはずなんだけども、そこはどうもはっきりしてないと。で、枝野さんとか、小川敏夫さんはたまたま弁護士出身ですからね、多少尋問についても具体性もあったけれども、それでもちょっとまだ食いつきが足りないと。で、やっぱりですね、前回もそうだけれども、議員さんはもうちょっとですね、この尋問の技術を学んでいただきたいというふうに思うんですよ。で、本当にね、我々聞いてるとね、なんか自分の意見だけ言うんだけれども、なかなか事実の解明をすることがね、増えてというところがあるので、僕はもうちょっと自由党を中心にしてですね、尋問技術というものを大いに磨いていただきたいというふうに、私は考えています。で、それにしてもですね、今この株式問題というのはいわば千載一遇のチャンスみたいなもので、これを材料にして、その内閣を打倒して総選挙に持ち込むという絶好の機会だと思うんですよ。で、ところがどうも民進党の姿を見ていると、そこまでやる気が本当にあるのかという疑念が湧いてきますね。で、昨日も野田幹事長は、なんか我々は単に反対じゃなくてね、建設的な意見を内閣政府に配置しているんだと
みたいなバカみたいなことを言ってますけどもね、やっぱり今こういう潜在一遇のチャンスを生かしてその選挙に持ち込んでね、そこで再度政権を獲得するというぐらいの企画がなければね、この問題は本当にね、このまま終わってしまうと思うんですね。で、なぜ民進党がそういうような手たらくかといえば、結局今内閣を打倒して総選挙になってもどうも勝ち目がないんじゃないかというのが、おそらく本音だと思うんです。で、まさに私たちが問題にしなきゃいけないことはそこであってね、なかなかその野党共闘市民連合が具体化しないという状況の中で、結局民進党がそういう曖昧なその態度を取り続けていると。だからまさにその今私たちが今日ここで問題にしているその野党共闘あるいは市民連合ね、これをとにかく一刻も早くその実現させるということによって、いつ選挙があっても我々は絶対勝つぞというものをね、その準備しないといけないんだと思うんですよ。まあ、そういう意味で今日実は新潟の2つの大きな選挙で、見事にその予想を覆して勝利に導いた立役者の森裕子先生、それからまあこれからいらっしゃいますけれども共産党の小池晃議員が、主に今回の新潟の2つの選挙の勝利を導いたというふうに私たちは考えておりますけれども、このお二方の先生からこの貴重な体験を私たちが学ぶことによってですね、今後来たるべき総選挙に向けてきちんとした準備体制を整えていくというのが今日のこの学習会の主たる目標であります。そういうことでちょっと今日時間が非常に限られておりますので、私のご挨拶はその程度にして、早速森裕子先生の方からですね、新潟の経験をお話しいただいて、その後皆さん方で有意義な討論が進められていけば大変ありがたいというふうに思っております。それではぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。松木健康衆議院議員、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました松木健康でございます。今民進党はボロボロの話でございましたけど、まあしょうがないなというふうに思いますけども、まあ野党共闘、当然やっていかなきゃならないというふうに私も思ってるんですけども、これ面白いんですけどね、地方議員っていうじゃないですか。地方議員の人たちと我々国会議員と選挙制度が違うんですね。ですから例えば私の選挙区だったら北海道の2区っていうところなんですけども、ここは北区と東区と2つあるんですね。で、ここに共産党の人たちと戦っている地方議員がいるんですよ、我々の仲間に。ですからこれがね、なかなかね、その議員同士は別にいいんですよ、いいんだけども、実はその取り巻く人たちがなかなか、いや共産党と一緒じゃどうのこうのっていう人もいないわけじゃないというのが多分現状としてあるところが多いんじゃないかなというふうに思いますけども、まあそんなこと言ってるようじゃ、とてもじゃないけど政権交代なんかできるわけがないというふうに思いますので、やはり本当に政権交代を目指して頑張っていくならば、それはちゃんと野党がみんなで手を結んでいく、これが何よりも条件だなというふうに思っております。森先生の選挙の時に私も随分いろんなことをさせていただきました。本当にね、まあ、今だからね先生ちょっと話しちゃいましょうかね。民進党はね違う議員を出そうとしてる、知ってます？で、私はね維新の選対委員長だった。それで その人出したって絶対当選しませんよと私は反対したんですよ。なぜかと森さんは何やったって降りたいですからね。ほら結局森さんと誰かさんが出ることになったらね、結局自民党が勝つでしょうって、そんなバカな選挙やるんだったら やらない方がいいんじゃないですかって、こういう話をして、で実はその当時維新も候補者がいたんですね。ですからまあすぐ森さんのところで持ってくるのも難しかったもんだからとりあえずとにかく森さんは降りねえぞっていう話をして、そしたらまあもう本人だって本当は一番初め衆議院議員でね、じゃあ私が出るっていうふうに
になってしまった人も本当は出たかったわけじゃないですよ、皆さん。そうじゃない。それなのに出るような形になって、で、どっちかといえば民進党の中でその人でも勝てるんじゃないのみたいなね、そういう甘い気持ちがあったんですね。それで結局それは絶対無理ですよということで、結局もう どこどこの組合の人たちが森さんじゃダメだって言っている、どこどこの関係者は森さんじゃダメだって言っている、なんていう話がねずっとあって、それでしばらく暗礁に乗り上げさせたんですね。そしたらもうだん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 選挙近くなって、もうとにかく誰か決めてくれ決めてくれって話になって、それは一番いいのは森さんでしょうとこういうことになるんですけども、そこまでには一度うちの維新の今知事になってますけどね、まあ、彼もやっぱり候補者の人だったと思うんですからね、そういうこともあったんですよ。それで最後には森さんに集約をされる。そうしたら森さんですもんね、本当にそれは誰よりも力いっぱいじゃないですか。普通の人間の35倍ぐらい働きますからねということで党勢に結びついていく。もちろん野党共闘というのは大切だったというのが一つ、それとやっぱり人ですよ、人。やっぱり森友子という戦うという女性がね、やはりそこの象徴になったというのが大きかったなというふうに私は思いますね。そして今度は知事選ですよ。ねえ、米山君、ね、今来るなんて怒られますけどね、知事ですからね。いや、知事出てもいいですよみたいなことを言ってきて、私はもうすぐ森さんにね、森さんってそんな話が出たんだったっけね、確か、あんまり詳しいこと言っちゃいけないかもしれないけども、とにかくそれはもう彼なんか選挙に出れば負けてた男ですからね、衆議院出ても参議院出ても全部負けて、それで知事当選ですよ。すごいでしょう。これはやっぱり野党共闘、そして35倍働く森友子さんの力、こういうことになるんですね。そういうことがあればですね、なんとて勝てないだろうなんて思ってる戦いも勝つことができるということです。ですから我々民主党の時にね、小泉さんにボコボコにやられたんですよ。一回私が初当選した時に177人ぐらいまで当選したんですね。そして次の選挙で郵政選挙でボコボコにやられて103ぐらいだった。そしてもう一度頑張って、それで300取って政権を出したんですよ、皆さん。ですからいくらでもチャンスは私はあると思うんですね。それにはやっぱり戦う人間が必要ですね。なんか棚からポタポチみたいなね、そんなね、例えばいや今回はいいんだと、今回はちょっと増やしておいて次の時こそ、本当の戦いだなんて言ってるようなことじゃダメだということだと思いますんでね、しっかり頑張っていきたいと、民進党の私はありようでございますんでね、どこまでどういうふうにこう引っ張っていけるかっていうのは何とも言えないところですけどね、森先生と共にね頑張っていきたいと思ってますんで、ね、今後ともよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。青木愛参議院議員です。よろしくお願いいたします。去年からみんなで応援いたしました。これから森先生のお話がありますので、どうしましょうかってもう本当に毎日森先生の発言に影響を受け勉強させてもらってます。私は森友学園の問題は本当に森先生任せになってしまっていて、先ほどの伊藤先生のお話の通りですね、本当に尋問はい質問技術を、学ばねばならぬと思っております。明日も国交委員会の質問が入っていて、一般質疑の中で、ちょっと JR の方も取り上げなければならないので、ちょっと冒頭触れなければいけないかなというふうに思っておりますけれども、いろいろと問題がありすぎて、なんかどっか決めて書けるようなところがあって、ずるずる、先延ばしになっているような感じがしているんですけれども、一つはやっぱり教育直後が昭和戦後ですね、23年だったと思いますけれども、その衆参で教育直後はダメだという決議がなされているということが一つあって、
なんだけれどもその現場の教育直後が、まあ、教材として使われていることも、まあ、政府が認めるような発言があって、まあ、それを、まあ、安倍、夫人も、まあ、感動したということで、そういう関係があるということが、まあ、一つ教育直後の問題が一つと、あとは、まあ、森先生もこの間いろいろと。いろんな視点からその資料の整理をされてますけど、なかなかやっぱり出てこないということをおっしゃっていました。そういう隠蔽体質、またその民間ではなかなかできかねる、その破格のその売却価格だとか手続きだとか、そういった部分、また承認家紋は、まあ、民間人じゃ無理だと言っていたにもかかわらず、安倍総理が、まあ、失礼だと言った途端に承認家紋が行われるという、こういう、なんて言うんでしょう、そうですね、すごくその強権的なと言いますか、権力の私物化といいますか、まあ、そういうことが行われているという、その民主主義の根幹に関わる部分なので、これはいつも森先生がおっしゃっているように、他にどんな重要な法案があったとしても、これこそが今の安倍政権の問題なのだということを、日々教えていただいております。まあ、私も、まあ、国交委員会なので、まあ、予算委員会までなかなか理事会に開かれないというような様子を今日は山田長からも伺いましたので、まあ、国交委員会とか、まあ、現場の方でまた今後参考に招致含めて対応していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。まあ、いずれ森先生やまた山本太郎先生またご指導いただいて、私の立場でもしっかりと頑張っていきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。すいません、まとまりませんけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました。自由党森友子激戦を勝ち抜き国会に帰ってまいりました。本日のテーマは新潟県2つの選挙から学ぶ野党共闘ですが、森友安倍友問題についてもお話ししていただけると思います。自由党森友子参議院議員、大きな拍手でお迎えください。青木先生、質問通告どうぞ。明日ね、参議院、衆議院も委員会あるでしょうか。質問の通告が途中だと思います。それぞれ、どうぞお戻りになられて通告してください。ありがとうございました。ありがとうございました。それぞれ、まあ、各委員会、参議院の方は常任委員会が、定例日が火曜日木曜日ですので、まあ、我々、少数野党でございますので、委員会が開かれるたびにおかげさまで質問ができるという素晴らしいありがたい話なんですが、とにかくその日暮らしといいますか、私も先ほどまで通告をしておりました、農林水産委員会、明日は一般質疑ということで法案の質疑ではございませんので、もうすでに予告をしてありますけれども、第2の森友問題というかこっちの方がすごいんじゃないかなっていう、加計学園の獣医学部の新設、この問題を明日やらせていただきます。ありがとうございます。で、月曜日は今度決算委員会ということで、毎日質問をしては通告をし、質問をしては通告をするという、そういう状況が続いているところでございますし、松木先生も本当にお忙しい中ありがとうございます。ということで実は先ほどですね、青木愛先生と一緒に、今日、まあ、時間の都合のつきました衆参の野党の女性議員が衆議院の議運委員長室に申し入れを行いました。いよいよ明日もう決まったでしょうか、共謀罪が衆議院で、審議がスタートするということで、やめてほしいと。それより前にこの性犯罪、これを今日原発化する、法案がすでに、先に、提出をされておりますので、まずこれは全会派賛成の法案ですから、そして女性の皆さん、特に被害に遭われた皆さん、これは待ち望んでいる法案ですので、これをまず審議をすべきであると
ということで、女性議員で申し入れに行ってまいりました。強行罪絶対審議に入ったらこれもう強行採決で必ず成立してしまいますから、もう本当に大変なことだと思います。そもそも TOC 条約なるものはですね、マフィア、そのマネーロンダリングとかそういう組織的犯罪を犯す集団を取り締まる国際的な条約、これの批准でございますので、全くその今政府が提出したような法案は、必要はありません。で、とにかくですね、小沢一郎代表の陸残会事件でも皆さん明らかになったように、権力者、当局、何でもできるんですよ。犯罪そのものを捏造することだってできる。供述調書の偽造、証拠の捏造、そして、捜査報告書の捏造、これもう私たち嫌というほど味わいました。もう今でも何でもできるんですよ。もし共謀罪なんか成立した暁には皆さん結構、メール、それから LINE、 いろんなものを使われてると思います。それで会話をしただけで、それがこう安倍政権けしからん、よしやっつけようみたいな話をしただけで共謀したということで、その捜査の対象になるというような大変恐ろしいものでございますので、絶対これを審議をスタートさせてはならないというふうに思います。しかし、まあ、今の本当にひどいですね。森友問題、 森の友達じゃないんです、安倍友なんです、安倍友。それで、先ほどですね、私の部屋に内閣官房長、そして、内閣総務官室、これは総理の夫人付きの秘書官を束ねているところのトップの人、そして、国家戦略トップの事務局長、こういう偉い人たちが7人ぐらい参りましてね、何をしに来たか、まあ、はっきり言って森友子これ以上やるとけしからんっていう、まあ、なんだろうね、脅しに来たのかな、あれ苦情言いに来たんですよ。なぜか昨日農林水産委員会ジャス法の改正案でした。もちろんその質問もいたしましたけど、その前にもう毎回加計学園獣医学部の新設の問題やっておりまして、とにかく それまでにない51年ぶりの規制緩和、獣医学部の新設認めてこなかった、これを、総理のリーダーシップでトップダウンで51年続いていた岩盤規制を打ち破ったんだ。その結果1校だけ、スタートすることができます。そしてその理事長は安倍総理の腹心の友って自分で言ってますよ、腹心の友。しょっちゅうゴルフに行ったり、ご飯を一緒に食べたり、どっちが払ってるか分かりませんけどね、それは明日質問するんですけど、そういう腹心の友が運営している、加計学園というところが岡山理科大学という大学を持っていまして、そこが獣医学部を新設するという、問題、これのそのトップダウンはいいんですけれども、どうやって議論をして、反対と言っていた文科省農水省がいきなり黙っちゃって、あれよあれよという間に、規制緩和が行われたのか、この経過を、具体的に示す、その資料、そして説明を求めてきたんですけど、全然用を得ない。そしていきなりですね、昨日になってその12月、去年の12月22日に内閣府と農林水産省と、そして文科省が合意に達したんだという文書を出してきたんですよ。今月の頭から民進党の桜井充議員、そして私森友子、船山康江さん、そして決算委員会では先日民進党の斉藤さんが質問した、その時にもそういう文書があるなんていう話は一つも出てなかった。そしてホームページにも公開され、そういう文書が突然出てきたんです。12月22日内閣府特命担当大臣、山本幸三、農林水産大臣山本雄二、そして、文科大臣松野なんとかさん、ごめんなさい名前がよく覚えられない、その3人の連名 の, その、
規制緩和します、そして1校だけにしますという、どこにもまだ公表されてませんから、さっき NHK の記者も私の部屋に取りに来ました、というような文書が出てきて、でこれ絶対信じられない、そんなのあるって全然ずっと言ってないのにいきなり出てきて、誰も知らない、じゃあこれは我々がとにかくそういうものを出せ出せと言っているので、とうとう先週作ったんじゃないか、信用できない、これがいつ作られたものなのか、パソコン、そのフォルダー、そういうものの記録を見てほしいということで、昨日言ったんですね、質問の際に。そしたら副大臣が合意が整ったらいいですよみたいな、いつでも見せますよって答弁したので、じゃ早く出してねって言ったんだけど、これ信用できないので昨日その後乗り込んだんです、内閣府合同庁舎、永田町合同庁舎の6階にその規制改革推進会議の事務局がありまして、そこに乗り込みました、見せろと。で今ね、日付改ざんしちゃうとね、後からどんなプロが見てもね、改ざんしたことがわからないんだ、だから改ざんする前に早く見せなさいと、私は全然信用できないので、その日付を見せてくれたら信用するからと言って乗り込んだんですが、乗り込んでなかなか全然対応しないので、関熊秘書を置いてですね、人質として、そして私は別なように言ってしまったんですけど、結局出しませんでした。関熊秘書は相当偉い人たちが次々にやってきて、別室に連れて行かれ、そして随分怒られたようです。でそこに現れたその偉い人たちが先ほど私の家に来て、何を言いに来たか、我々国家公務員は公文書管理法4条6条に基づいて適切に行政文書を管理そして保存している、さらには国家公務員法82条83条に基づいてきちんと仕事をする、その責務がある、もしその私が言うようなことをやってたとしたら、それは国家公務員法違反で、懲戒の対象である、さらには本当に公文書を偽造しているとしたらそれは刑事罰の対象であるということが前提としてあるので、その12月22日付の産婦省の合意文書、規制緩和して1校だけ獣医学部の新設を認めますよっていう文書は、これは神聖なものである。で昨日みたいなことをやられると それが信用できないから、記録を出せ、コンピューターの日付を見せろというようなことをやられると、今後、行政のその業務に支障をきたすのでやめていただきたいというふうに言われました。私は何と答えた、私はね、国会議員として業務に支障をきたしてるんですよ、だから申し訳ないけど伺いました、これまで説明が変わる、資料を要求しても出さない、当然すぐ出してしかるべき資料も出さない、説明も変わる、答弁が変わる、そういうことでは信用できない、私は森友学園の問題、そして加計学園の問題、この2ヶ月間まずは役所に資料を出させるためにもうどれだけの時間と労力を費やしたか、こっちの方がね、国会議員のね、業務に支障をきたしてるんですよ、というふうに反論をいたしました。だから文句言いに来てる、来る相手間違ってるというふうに、思います。ということで、加計学園、その獣医学部の問題も大変な問題です。本当は松木先生も国家戦略特区について言いたいことが終わりになったと思うので遠慮してお話にならなかったんですけども、デタラメですね、国家戦略特区、ね、仕組み自体が問題です。要は総理大臣、安倍総理の大臣に第2次安倍政権でできたんです、総理大臣のトップダウンで岩盤規制を突破して、その
国が成長する、成長戦略に資する、新しい事業を起こすということなんですよ。つまり安倍さんは堂々と裏で口利きをしてるわけじゃなくて、堂々と表ですぐこれをやりなさい会議で指示するわけです。だからもう法律にのっとって安倍とも自分の仲のいい人たちが得をするような規制緩和をどんどん進めているという、これが大きな問題であります。そして森友問題、パネルどうしたかな、ね、あ、これね、まあ、改めて見てください。森友学園、せっかくね学校できたのに、まあ、気の毒といえば気の毒です。籠池さん、まあすごくユニークな人ですね。もう籠池劇場、私も自宅にお邪魔しましたので、行ってお話をしてみたら、非常に、なんていうのかな、真面目な方でした。一生、とにかく一生懸命な方でした。で、奥様の方はですね、なんかよくいる、よくいるって言ったら、だから新潟に帰ると、まあ私もその一人ですけど、すごく面倒見のいい、もう思ったらそのことをすぐ口に出してしまう、元気なお母さん、おばちゃんという感じでした。いや、もうね、私あそこで聞いた話はね、取材を見ても一切外で喋らないことにしてたんですけど、私が言われた、私自身のことだからこれだけはいいと思うんだけど、籠池さんの奥さんに、いや森優子さんって、まあ、大嫌いだったんだけど、テレビ見ててあんな嫌な女いないと思って見たんだけど、こうやって話してみるといい人なんやねという、面白い、その初対面でそう言うかなっていう、もう大嫌いだったんだけどねって何回も言われた時にはどうしようかなと思ったんですけど、でも結局私、決して私はあの人嫌いじゃないです。もう全然腹に何もないっていうか、もう本当に思ったことをすぐ言っちゃうというような方でしたので、本当に素晴らしいご夫婦、そしてご家族愛だというふうに思いますけど、ありがとうございます。で、どんなにユニークな方で、いろいろなことを自分でもなんかいろいろあると言ってましたけれども、でも皆さん、籠池さんは鑑定評価額9億5600万円の国有地をただ同然で買い受ける、そのことを決めることは絶対できません。それを決めたのは財務省、役所です。そして、まあ、今次から次へと森友学園の問題が出ておりますけれども、財務状況が悪いと、お金がないと、そういう本来であれば認可適当という判断が出されてはいけない学園が小学校の認可適当を得た。でもそれを決めたのは籠池さんじゃありません。大阪府です、行政です。その人たちを国会の承認喚問に呼ばなければ真実が分かるわけがないんです。で、本当に総理を侮辱したっていう理由で、すぐさま承認喚問呼ばれたというと、それが決まった時に私内心ねドキドキしちゃいました。申し訳ないっていうか、私たちが行っていろいろお話をして、ご本人がその後一緒にね、ぶら下がりで国会で全てを話しますと、全ては国会で話しますとおっしゃった。あの時私たちはまさか承認喚問がすぐ来ると思わなかった。だって与党は民間人をその承認喚問に呼ぶのはなかなか難しいって言ってた。でもいきなり承認喚問でしょ、国会で自分がしゃべる、すごく緊張しますよ、初めてだったら。私だって15年前はもう本当にドキドキでした。予算委員会の場所でね、頭の中真っ白になっちゃう。そういう中で承認喚問どうなるかというふうに思いましたけど、でも心配は急に終わったと言いますか、まあ与党側はね、とにかく籠池さんが悪い人だと
というふうに印象付けようと、籠池さんの言ってることは全部嘘なんだと、だから100万円寄付したっていうのも嘘なんだと、そういう印象付けようと、そういうあのよなんていうか誤った、その目的で、承認喚問したもんですから、あのさっき伊藤先生がおっしゃったように尋問になってなかったわけです。だから失敗しましたね。失敗してむしろ堂々と籠池さんが答弁をしたということになりました。でもこの問題に何にも分かってません。それそうですよ。だって財務省はもう事案が終了したと言って記録を全て廃棄した。事案は終了しておりません。なぜならばこの土地みんなが誰もが納得していない、ただ同然ディスカウントして払い下げた。しかも普通だったら買う人が銀行からお金借りるんじゃないですか。いくらただ同然とはいえ1億3400万円でも銀行からお金を借りなくていい。10年間の分割払いにした。10年間財務省にお金を払い続けるわけです。だから終わってないんですよ。しかもそのために抵当を入れてます、国がこの土地に。ってことはこの事案終了してないんです。それなのに終了したって言い張って全部記録は廃棄した。この記録を出してこない限り、そしてきちんと証言をする当時の責任者が証人喚問されない限り、この問題を解明することはできません。そして今あのコンピューターの時代ですから、書類は廃棄したかもしれませんけれども、ちゃんとパソコンに残ってるはずですよね。ところがこれもないって言い張ってるんです。もう削除したので、サーバーの容量が少ないので、どんどん削除して、それは10日ぐらいは削除したのは保存されるけども、その10日を過ぎてしまうともう全部、本当にきれいさっぱりなくなって、プロへやっても復元できません。こういうふうに説明してるんですよ。皆さんこんなの信じられますか。そこで今私が求めているのはこういうことなんです。一体どんな容量の契約をしたんだと。そんなにどんどん削除しなきゃいけないような容量の契約、サーバーの容量の契約、ファイルをね、いくつも保存できないような、そういう契約だったの。その契約、イニシャルコスト、ランニングコスト、一体いくらの契約なのか出してきてくださいと。どういう契約なんですかということを、お願いしたの先週ですね。まだ持ってきませんね。すぐできると思いますよ。だからこれは来週の決算委員会で聞こうと思います。こうやって少しずつもどんどん追い詰めて出させて、そこからまたさらに聞いていくしかできません。まあ、でも官僚も気の毒です。安倍さんが最初になんでこの問題こんなに大きくなったのか、安倍総理が2月17日の予算委員会で、民進党の福島の伸之さんの質問に答えて、もしねこの問題に私や妻が関わっていたら総理を辞めますよ、国会議員を辞めますよ、そう宣言しちゃったんです。私もあの中継を見ていて、あだったら辞めてもらいましょう。皆さんもそう思いませんでしたか。でさらにはですね、さっきの加計学園の問題、加計学園の問題も福島みずほさんの参議院予算委員会の質問に対して、あの時はもっとすごかったね。完全に恫喝、恫喝ですよ。福島さんいいですか、あんた責任取れるんですか、これから学校を開こうっていうのに個人名なんか出して生徒が集まらなくなったらどうするんですか、ね、あれ完全に恫喝ですよ。憲法違反ですよ。あれは国会議員の質問権を封じてるんですよ。であそこでももし関わってたら辞めるって言って、辞めてもらわなきゃいけない。そういうふうに言っちゃったもんだから、その総理を守らなきゃいけないというか、守らないとも今ね、内閣人事局っていうところが全部握ってて、安倍さんの言うこと聞かないと全部飛ばされちゃうから、
いうことを聞かざるを得ないという状況があります。そして気の毒なのは谷紗英子さんね、一生懸命、安倍昭恵夫人に尽くしたのに、とうとう籠池さんとのやり取り、あれがあのファックスが行政文書じゃないと閣議決定しちゃいました。閣議決定ですよ。っていうことは谷紗英子さんは行政文書を作っていない、あれは私文書、自分の私用で官邸の総理大臣夫人付きの部屋から官邸の電話ファックスを使って籠池さんにファックスを送り、そして官邸の封筒を首相官邸という、封筒を使って籠池さんに、何回も資料を送り、全部私用でやったっていうことを閣議決定しちゃったんですよ。閣議決定したってことは谷紗英子さんは勤務時間中に仕事に専念しないで使用に没頭してた。大変なことですよ。ひどいですよ。これは本当に何かの罰則の対象になっちゃいますよ。で、私たちが調べてるとどうもですね、確たる証拠がまだまだ必要なんですけれども、日常的にその総理夫人付きの秘書、これ公務員です、常勤が2人、非常勤が3人、合計5人、松木先生、私森裕子、国会議員には公設秘書が3人おります。国会議員よりも多いんですよ、安倍昭恵さんの方が。税金で雇われてる秘書、あの人は何ですか。私たちは国民の皆さんに選んでいただいた、その負託を受けた、少なくとも国民に選ばれた国民の代表です。でも安倍昭恵さんは閣議決定で知人っていうふうに決まっちゃいましたから、その人が官邸に昭恵部屋、昭恵夫人付きの部屋があり、そこに秘書官がいて、そして、日常的にさまざまな陳情を処理して、国会議員より働いてるんですよ、松木さん、どうします。そしてさらには私が先週朝起きた時に、そういえば去年私の選挙の時に自民党の候補安倍昭恵さんが応援に来てたなって思って、朝起きた時からそのことが気になって、気になって、その時に谷紗英子さんじゃないかもしれないけど、その秘書官がついてきてたんじゃないかな、どこに行くにも一緒にね、森友にも行ってるし、一緒にいるらしいからっていうことが朝からもう気になって、それで事務所についてからもそういうことを言ってたし、で本会議だったので福島みずほさんに、なんか私それが気になってね、安倍昭恵さんって秘書官連れて選挙回ってたんじゃないのって言ったら、福島みずほさんが、あ、そうかもしれない、ちょっと調べる、私やるわとかって言って、そして調べたらなんと出てくるんですね、ネット上に写真が、動画も。今のところはっきり分かってるのが、東京都の朝日健太郎さんって大きなバレーボールの人、それから沖縄の島尻さん、そして、岡山だか愛知だかの先生のところの応援、そこでもうバッチリ写真が、秘書官と一緒に選挙活動してる写真が、そして動画もある、まだまだ発掘すればありそうなんですけども、ということで大変なことですよ、これ。国会議員もう選挙の応援に行くときにはさすがに閣僚でも秘書官連れてきませんよね。公務員連れてったら、だって公務員は選挙運動しちゃいけませんから、絶対に党職員とか秘書と、そして大物だったら党の職員、まあ SP はね、稽古だからですけど、絶対連れてきません。もう究極の公私混同、大変なことですよ、これ。だから私は新潟県の選出ですので、ロッキード事件というのは我々にとっては本当に許せない、あれはもう陸山火事件と同じようなものじゃないかというふうに思っていて、ロッキードっていう言葉は使いたくないんです。だから山本太郎、共同代表が、
国会で秋の事件ってやった時には正直言って私うわーっと思ったんですよ。もうね、何言ってんだよ、どうしてもロッキード思い出しちゃう。でもこれはアッキーの事件です。本当にアッキーの事件であり安倍智事件、もうこの国の民主主義だって国民に選ばれてもいない閣議決定で私人とされた総理大臣の夫人がですよ、公務員を使って選挙の応援に行くわ、陳情は処理する、大麻は何とかする、大麻なんか大麻がどの頃とかで教育チョコが素晴らしいとかね、とんでもない話なんですよ。本当にこの国の、民主主義の根幹を、崩す壊す大変な問題だというふうに思います。でも官邸がですね、いろいろほら記者とか気の人いますよね、名前忘れたけど、もう官邸のスポークスマンみたいな人が あっちこっちの番組に出てますよね。あれで記者ってよく名乗れるなと思うんですけども、そういう人たちを使ってもっと大事なことがあるだろうと、国会でいつまで森友やってるんだ、北朝鮮からミサイルも飛んでくるし、そしてテロは起きるしっていうふうに言ってますけれども、私はどんなに批判されてもやります。ずっとこの問題を解明せずにはいられません。こんなね、私物化ですよ、政治の私物化っていうことは独裁ってことですよ。そして教育直後、今度はいよいよ公教育、学校の教育に教材として使ってもいいということを閣僚が言い始めたんですよ。とんでもない話です。そういう今危機的な状況にあるということで、ございます。選挙の話ですけれども、国家権力対森友子とマスコミの皆さんから言われました。そして日本版 NSC、国家安全保障会議、これはあの時ダッカの人質事件が起きて、今まさに邦人が救出される、そのために、特殊部隊警察がその現場に踏み込むというような時に国家安全保障会議が開かれて、そこに当然出席しなければいけない、政府の危機管理の要である菅官房長官がなんとその NSC をサボって新潟の私の対抗馬自民党の候補の応援に来たんですよ。びっくりしましたね、あれは。まさか来ないでしょって朝からずっと言ってたんですけど、やっぱりマスコミの人たちが来ましたよで、皆さんに何て言われたか、テロより森友子の方が怖いというオチになっております。で、あれね、本当に2279票差で皆さんにご心配をおかけしましたし、本当に勝ててよかったと思います。そもそも最初統一候補になれるかどうかっていうところが本当に大変で、決まった時にはもう4月の終わりですから、本当に間に合うのかなというふうに思いましたけれども、おかげさまでやっぱり野党が結束すれば勝てるということ、そして大変、国家誰と戦ってるかもう分かんないでしょとマスコミの皆さんに言われるほど、毎日日替わりで複数の閣僚が来て、小泉進次郎も2回来たし大変だったんですけど、おかげさまで勝つことができました。で、あの選挙で勝てたからこそ新潟県知事選挙で勝つことができた。もう熱が冷めてませんでしたし、その時に、民進党はね、申し訳ないけど松木先生一生懸命やってくださって、旧維新の先生方が次々に応援してきてくださったんですが、基本の選挙の体制は民進党、そして連合なし、共産、社民、自由でありました。そして参議院選挙の時も実はそこが主体だったもんですから、もう連携がしっかり取れている。だからそのみんなの力がさらに進化をして、その力をみんなが発揮することができたし、市民の皆さんたちも市民連合の皆さんも参議院の時はね、ちょっとお金びっくりというか、森友子とあまり縁がなかったという人たちもいたりとかいうことで、そもそもオール野党プラス市民なんていう形が新潟で初めて
まあ、日本でも初めてだと思いますけど、そういうことで、なかなかみんなの力が発揮できなかったんですが、一回選挙やった、そして勝てたということで、結束がさらに深まった、そして、私も選対本部長をやらせていただいて、あんなに気持ちのいい選挙はもう二度とできないと思います。本当に素晴らしい選挙だったと思います。一糸乱れず、あとで自民党からですね、もう私たちの陣営はものすごい統率が取れていて、その指示のが誰から出るのか、そして何どうやってみんながそれに従うのかという指揮命令系統が極めてはっきりしているというふうに自民党からも評価されるほど、本当に皆さんがしっかりと連携して、あ、じゃあ松木先生ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。松木先生が民進党の旧維新の人たちを新潟県知事選挙でどんどん連れてきてくださったので、民進党の支持者の皆さんも、あ、米山隆一さんを応援していいんだな、民進党は自主投票になったけれども、あ、これは野党の連携でみんなでやってるんだなっていうことで安心して応援してくださったということで、最後ああいう結果を出すことができました。まあ、やっぱ本気でね、連携しなければダメだというふうに思いますし、野党と市民が本気になって連携すれば必ず勝てるということを証明できたことは大きいというふうに思います。この間選挙の後、全国各地今順番に回っておりますけれども、なかなかそうは言っても全国でうまくいってるところが少ない、特に西の方が大変なんですね。そういうことで、こういうようなお話もさせていただいております。森友問題あるのに、支持率が一向に安倍さんの支持率が大して下がっていない、これにはやっぱり野党が本気で国民のために戦ってくれるのか、そういう姿勢を見せていないのが最大の原因だというふうに思います。この残りの国会ですね、まあ、私のところにはこの後来られる小池晃さん、共産党さんのように爆弾支援というのは来ません。共産党さんのところに来るんです、ああいう爆弾支援というのはね。私のところには爆弾資料はありませんけれども、とにかく一生懸命、出し渋る役所からああだこうだって言って、役所から資料を出させ、それを一生懸命調べて、その中でいろんな糸口を見つけていく以外にないということで、ございます。森友学園がボーリング調査をした平成26年10月、まだ借りてもいない、買ってもいない、なぜボーリング調査ができるんだ、国有地に何で穴を掘ることができるんだということで、疑問に思って、その最初ね、財務省に何でって言ったら、いやー、そんなことよくあることなんですって説明してたんです。じゃあ、よくあることなんだって言うなら、他の具体例を持ってきてくださいっていうふうに申しました。そしたら3日ぐらい経ったら、あ、すいません、間違ってました、持ち主は国土交通省大阪航空局なので、大阪航空局が有償で一時貸し付けしておりました。じゃあその一時貸し付けしたいろんな書類、もう役所全部書類ですかね、書類持ってきてくださいって頼んだら、たらい回しにされて、なかなか出してもらえない。3週間ぐらいかかりましたかね。そしてあまりにも出してこないので、もういい加減にしてくださいと。で、一体いくらなのか金額だけ教えてくださいって言って答えてきたのが444円。で、計算間違いしてました。もう決算終わってるんですよ。で、その決算が終わって444円、不足分の4300円か何かを追加で徴収いたしました。いつ徴収したのか、今年の3月7日です。
平成26年の決算終わっている、その計算間違いを私の予算委員会の質問の後に追加で徴収をした。そんなこと許されるのかな。で、会計検査院も当初この問題に関して答えられませんと渋っておりましたけれども、予算委員会で質問したら、あ、まあそういうことですというふうに認めましたけど、これはまだ私信じてません。ようやく昨日おととい、ようやくですよ、1ヶ月経ってそのこれがそれに関連する資料ですと一連の資料を出してまいりました。やっとね、やっとです。陸山会事件の時には黒塗りの資料って怒ってたけど、黒塗りの資料出してもらえるだけありがたいんだなって思うこの頃なんですが、でもその資料もちょっと私からすると本当かなっていうところがありますので、またさらに別の方法で調べていきたいと思っております。とにかく森友問題、安倍友問題、アッキード事件は終わらないということで、皆様の期待に応えられるように、頑張って、参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さん、大変貴重なご意見ありがとうございました。お話ありがとうございます。もう一度、森友子さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ここでご質問を森友子さんにぜひしたいという方は挙手を挙げて、手を挙げていただけませんでしょうか。挙手を挙げて。申し訳ない。内閣の内閣人事庁ですか、人事局かなんかが2年前にできて、それが全部安倍内閣が全部官僚の人事を握っているということみたいなんですけれど、そうしますと三権分立で行政、立法、司法っていうのがあるわけですが、結局行政を全部人事で内閣がコントロールしていれば三権分立っていうのはないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それともう一つ444円っていうのがちょっとよくわからないんですけど、444円の賃料なのか4000いくらので、それちょっとその辺がよくわからないんですけど、そんなに安いんですか人事用が。まず444円なんですけれども、森友学園がもう差し終わらされて、国に戻さなきゃいけない買った土地はですね、2万平米だったかあるのかな、その対象になった、ボーリングをするための土地の価格、どういうふうに計算して、本当は計算間違いしなければ4700円ぐらいだと、でもその1桁かける数字を1つ間違っていて444円になりましたという話だったんですね。それでようやく2、3日前に資料が来たので分かったんですけれども、その広大な土地の全部を借りたことになってないんですね。ボーリングですから、地盤調査でボーリングを2カ所やるっていうことで、その土地のほんの、ボーリング調査のこう掘るところ2カ所だけ借りたことにして、あとはトラック軽トラの置き場だから合わせると42平米なんだそうです。それもその計算も笑っちゃうんですけどね、広大な土地の本当に穴を掘る部分だけ貸しましたっていう理屈になってます。そしてそこにかける42平米かける路線価と言われるものですね、毎年出されます路線価、というその相続税とかそういうものの基準になる価格ですけれども、財務省、大蔵省じゃないや、国税庁が発表する路線価というものをかける、その路線価の単位を一桁間違ってました。結果として本当は4700円、11日間で4700円、徴収すべきところを一桁間違っていたので444円でした。そして平成26年の話ですので、平成26年の10月の話ですので、もう決算は終わってます。決算報告書に載ってます。私信じてませんけどね。その決算報告書は全体の金額が出てるんです。我々も国会で承認してます。
そうすると全体の金額いじれません。多分ね、お金もらってなかったと思うんですよ。で、その決算の全体の金額はもういじれないんで、どうしてくるのかなと私も楽しみにしてたんですけど、だから計算間違いではなく、もともとそれがなくて、利子とかね、そういうふうな、金額を、じゃあこれを森友からもらった金額にしようということにしたんじゃないかなっていうのが私の推理なんですが、なかなかまだ私はそれを証明できていませんけれども、だってみんなが決裁文書を押すんですよ、判子444円って誰かがおかしいと思うでしょう、それ回ってきたら、というバカなお話でした。それと内閣人事局ですけれども、行政です。安倍総理はね、行政の長です。ただ本人が時々国会で私は立法府の長ですって言っちゃうからこんがらがってしまうんですけれども、あくまでも三権分立の我々は立法府、安倍総理は行政府の、今は総理大臣として行政府の長です。行政府の長として行政のその人事をコントロールするのは全く間違いではないですね。それでそもそも内閣人事局をこういうふうにするという、そういう構想はポリティカルアポイントっていうか、アメリカなんかだと大統領変わると全部変わりますよね。全部っていうか主要なところは、そういうことで、強力なリーダーシップを持たせて必要な改革をスピーディーに推し進めるために、そういう人事の、今までは人事権なんてあってないようなものです。役人が役人の中で、決めていくと。だけどもっと政治主導でということの中で、内閣人事局ができたんです。民主党の時にそういう発想で、がありました。でも結局はそれを私は悪用してるんだ。政治主導でやっていくために、私は基本的には悪くはないと思うんだけれども、それを権力の乱用で好きなようにやっている、ここが問題なんだと思います。安倍さんがもっと権力を抑制的に慎重に使えば、こんな問題は起きないと思いますけど、もう大阪ですよ、何でもありですもん、ということが問題なのだというふうに思っています。はい、の話だったんですけど、千葉13区で野党共闘立ち上げて15日に政治家開くんですね。で、民進党は今一つ出てこない可能性が高くて、でも進めてるんですけど、その場合何を一番基本に共感を得させるか、市民に、それから設立会にたくさんの人を呼ぶために何をするべきかということを具体的に先生から実践を通して教わりたいと思って今日やってきましたので、よろしくお願いします。そうですね、民進党出てこないんですか。まあでも新潟でも、あ、小池晃さん到着されました、拍手でお迎えください。小池さんの面白い話が待ってるので、私は短くしますけれども、どうぞ小池さん、前の方にお座りください。私もちょっと質問通告に行かなきゃいけないんで、それでですね、新潟もですね、最初は民進党は参加しませんでした。その野党統一候補を作るべきだと、野党統一しなければ参議院は、新潟県は初めて一人区になって初めての選挙だったので、とにかく結集しなければ勝てないという共通認識はあったんですね。しかし民進党が野党第一党だから、自分たちが主導で、当時民主党でしたけど、自分たちがまず候補を立てる、そこに従えっていう感じだったんです。でも結局自分たちは立てられなかった、去年の、おととしの年末まで。それで、市民連合アット新潟が中心になって、とにかくそのシンポジウム、いろんな、市民の集会、そして我々をパネラーにして、市民がいろいろ質問を投げかけたり、いろんな形で、集会を開いて、全県各地で集会を開いて、結構皆さん一生懸命チラシを配ったり声をかけたりして、大勢集まった地域もありました。
で民進党はなかなか出てきませんでした。出てきませんでしたけれども、それでも市民の皆さんは諦めずに働きかけをし、そしてその時々の一番やっぱり、例えば今回の森友なら森友、いろんな問題あります。共謀罪、そしてあのそうですね、まあ、介護保険法の改正案もこれから審議に入ります。負担増、皆さんがだから森友の問題が一番分かりやすいんですけど、皆さん4月になって年金は下がる、社会保険料は上がる、でさらに介護保険料上がる法案ですよ。負担が介護のサービスの負担が増える、法案がこれから審議をされようとします。一般の皆さんの生活苦しくなって、ますます苦しくなってくる中で、安倍友だけは森友学園に象徴されているように、あるいは加計学園の問題に象徴されているように、安倍さんの仲のいい、そして思想が同じ人たちだけ得をする、おかしいでしょ。ここに今現時点では一番象徴されると思いますし、で私この森友問題っていうのは普段全然政治に関心のない、ニュースさえ見ない若い人たち、その人たちでさえ森友問題は関心持ってます。だから美容院に行くでしょ、普段そんなこと言ってこないお姉さんお兄さんたちが休憩室でその若い人たちの話題が森友なんです。森友どうなるんですか、籠池さんどうなるんですか。ちょっとピークは過ぎたかもしれないけど、でもまだまだだというふうに思いますので、真面目、いつもねこの市民の皆さんの会合にお邪魔した時に申し上げるんですけど、すごく真面目な問題から入りたいのは分かるんですけれども、やっぱりできるだけ皆さんの関心のある一番分かりやすい話で、今だって本当に森友の問題があるから一番分かりやすいと思いますので、皆さんが参加しやすい、それでいて知的好奇心も満たされる、そういう内容にしていただいて、あんまり硬すぎないように、それから会合のタイトルもとっつきやすいようにしていただけると、参加者がだんだん増えていくんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で市民の皆さんの、諦めずに働きかけをしていただく、そういう努力が最後は実を結ぶというふうに思いますし、私もその市民連合アット新潟のそういう野党は一緒になってほしいという働きかけ、そして市民の人たちの熱意でそういう会合を開いていただいた、そういうものがなければ今日ここにこうして立っていないというふうに思いますし、去年のその後の新潟県知事選挙もなかったというふうに思いますので、ぜひ皆さんのそれぞれの創意工夫で頑張っていただきたいと思います。あとはですね、なんかねおしゃれでした、市民連合の人たち、その会合の、例えば私が野党統一候補に決まった時に、私自分がその出馬表明の記者会見する時に自分で記者会見セッティングしなかったと初めての経験なんですが、その市民の皆さんが全部セッティングしてくれた、飾り付けとか、みんながどういうふうに並ぶとか、どういう挨拶をするとか、どういう人たちが喋るとか、そういうことも市民の皆さんのその感覚で、思い思いの飾り付けだったり、それからプラカードを自分たちで作ったり、なんかおしゃれな、そういうのって実はとても大事だと思います。選挙の時もそうでした。みんなが同じプラカードを持ってるんじゃないんですよ。行く先々で全部プラカード違う、手作りの可愛い若い人たちが作ったおしゃれなものもあれば、おじさんたちが作った方言で書いてある、おまんた、あんたたち、あんた平和憲法どうすんねん、守んのかねん、7月10日参議院選挙もね、そういうなんか今までにない私たちだと思いつかないようなフレーズを使ったり、素敵な手作りの
そういうプラカードを使ったり作ったり、今までのその政治活動っていうのにこう枠にはまらない提案をしていただいて、そういう活動をしていただく中で、どんどん広まり、そしてその市民の皆さんと一緒にやらなければ野党はダメなんだっていうことをだんだん政党も分かってきますし、まあ、民進党分かりますかね。その辺のところが一番お聞きになりたいようですので、また小池さんから話をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。森先生は次のご予定があるそうなので、ここで、帰られる予定、帰られますので、お見送りの拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。小沢一郎議員を支援する会初登場、共産党書記局長の小池晃参議院議員です。お待ちしておりました。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の書記局長小池晃です。小沢一郎議員を支援する会というところでお話しする日が来るとはちょっと想像しておりませんでしたが、これが今の日本の、政治の一番こうホットな舞台ではないかなというふうに思っています。小沢一郎さんが共産党の党大会に大臣として挨拶でいらっしゃいました。もう実はサプライズで、実は森友子さんが来るということになっていて、もう直前までそういうことになってたんですが、なんか直前に連絡があって、ちょっと行く新幹線が1本遅れることになるっていうことと、他の党の人とは別に行動したいっていうことを言ってきたんで、これはあれと思っていたらば、小沢一郎さんがいらっしゃいまして、党大会で挨拶していただいて、本当に勇気づけられました。野党共闘、市民と野党の共闘で安倍めちゃくちゃ政権を打倒する、とそのために全力を尽くしたいと思います。共に頑張りましょう。よろしくお願いします。新潟の教訓はもう私ははっきりしてると思います。一つは本気の共闘をやるってことですよ。上辺だけではない。でやっぱりね、本気の共闘になってないとかね、負けてるんです。衆議院の補欠選挙なんかに見られるように。でやっぱり新潟の選挙は、民進党がね、政党としては入んなかったけども、自由党、社民党、共産党、そして市民の皆さん、とにかく勝とうということで本気の共闘になった。これがもう最大の教訓だと。だからもう一つは大義、戦いの大義、旗印、柏崎刈羽原発再稼働反対と、これ明確に掲げた。でこの2つがあったから、やはり圧倒的な勝利という結果に結びついたんだろうというふうに思います。これは本当に大きな教訓です。やっぱりこれからの野党共闘、こうでなきゃいけない。中途半端な共闘ではダメだと思うんですよ。とにかく勝とうという、そのためにお互いに力を合わせようと、心底やっぱり力を合わせないとダメだと思うんです。そうやったら民進党大丈夫かという声あると思うんですが、民進党は好きじゃないんだよねっていう人もいます。好きだ嫌いだ言ってる場合じゃないと思うんですよ。私たちだって別に民進党が好きでこれやってるわけじゃない。やっぱ安倍政権倒すためには好きだ嫌いだ言ってる場合じゃないじゃないかということです。ある方が共産党と民進党は血液型が違うと、で A 型と B 型でね、輸血すると死んじゃうかもしれない。で別に輸血しろって言ってるんじゃないですね。手をつなごうと言ってるんですよ。血液型 A 型と B 型で手つないだったら死んじゃうことはないわけ。でそしたら先日、これ実はこれを言ったのは幹事長になる前の野田佳彦さんで、先日記者会見で、野田さん幹事長になってからの記者会見では、輸血はできないかもしれないが握手はできると、まあ、ちゃんと反応してきてるなと思って私は見ておりま、ぜひこれやろうじゃないかと。で今日は市民連合と野党との意見交換会があって、で現時点での市民連合からの要望を受けた野党の政策についての共通認識の骨子みたいなのを確認しました。で、中身はまだまだちょっと盛り込まなきゃいけない問題いっぱいあると思ってます。原発ゼロとは書いてあるんだけど、
再稼働反対っていうのはね入ってないとかいろいろあります。ただ一歩一歩ではあるけれども、あの政策の合意に向けた努力も行われています。ただ私はね、やっぱりその机の上でいろいろと紙書いて政策作ってもうまくまとまらないと思うんです。やっぱり戦いなんですよ。やっぱりあの今回の参議院選挙での共闘に向けて、あれがなぜできたのかといえば、やっぱりあの安保法制、阻止の戦いの中で、ね、民進党もですね、こう、まあ、ある意味脱皮をしていった。共産党も脱皮した。もうそれまではだって全国規模の選挙で選挙共闘しないと言ってた。それをやろうじゃないかというふうになってた。これはまさに戦いの中で変化していったわけですね。やっぱり、ね、今共謀罪、森友学園の問題、追及、ここでやっぱりその野党が力を合わせて戦っていく、その中で私は初めて共闘の展望っていうのはね見えてくるんだろうなと、政策作りも進んでいくんじゃないかなというふうに思っているんですね。今日あの野田さんと私と又市さんと、まあ、デニーさんと4人で並んで、で共謀罪廃案、そして森友学園の徹底追及、これもやっていく中で、で政策作りもね進めていこうじゃないかということも確認をしましたので、でぜひこれを前に進めていきたいなというふうに思います。何よりもやっぱり市民の皆さんの後押しがどうしても必要だと。でこれなしにはこれあの共闘前進しませんので、ぜひ皆さんのお力をね心から期待したいと思っています。で森友学園の問題、なんでこんな大問題にこう野党はするんだと。でもね、大問題にしたのは安倍さんなんですよ。2月の17日の衆議院の予算委員会で、私も妻も一切関わってない。もし関わっていたら総理大臣も国会議員も辞めると言ったんですね。いきなり大問題に彼がしちゃったわけですよ。で政治家関わってないと言ってたけど、河野池さんのね例の資料が出てきて、やっぱり政治家関わってたじゃない。そうしたら政治家どこじゃないわけですよ。安倍昭恵首相の夫人がですね、あの8億円ダンピングという決定的場面の直前で、これ働きかけをしていたのではないかという疑惑が、かなり濃厚な疑惑が出てきているんですね。だったらどう考えたっておかしいですよ。籠池さんから昭恵さんの携帯電話に留守電が入っている。でその後籠池氏からその安倍昭恵さん付きのこの人ね、名前がちょっと出てもらうな、谷さん、谷西郷さんのところに手紙が来たと。でもあの手紙はですね、何の前置きもないわけですよ。季節の挨拶はないでしょ。いきなりもう訳のわかんないこと書いてあるんですよ。だあの前段でこれからこういうことをお願いしたいんですよって話がない限り、あの手紙は成り立たないんですよ。だとすればそのきっかけとなったのは昭恵さんに対して電話なわけですよね。で昭恵さんがその留守電を聞いて、ちょっとこういう話してるからよろしくねっていうのがない限りは成り立たないわけですよ。テレパシーの持ち主でもない限りは。だとすればそこのところで昭恵さんがやっぱり何らかの、これからこういう籠池さんという人からねこういう連絡来ると思うからちゃんとやっといてねっていうようなことがない限りは成り立たないわけですね。でそれを全くないというふうに言った。我々全て谷西郷さんがやったことだ。ありえないですよ。官僚がですね、上司の許可なくしてあんなことやるわけがない。で、あの谷さんが送ったファックスに、まあ、私どもどう思うとしても見守ってまいりたいと思います。東方って誰ですかって私が聞いたら、菅官房長官は当然谷さんでしょう。本当無茶苦茶じゃないですか。ありえない話なんですね。これはもうはっきり言って、もう解決する方向は一つしかない。だって、籠池氏の方は偽証罪が問われる証人喚問で喋ってるわけだから、それに対して Facebook で反応するダメなんですよ。やっぱりこれは同等の場面で出てきてもらわなければいけない。ところが安倍昭恵さんは証人喚問どころか記者会見にも応じてないんですよね。何にもやってないわけですよ。これではダメだと思います。これきちんと同じステージで喋ってもらうというのは当然の要求だと。野党はここで今徹底的にやろうじゃないかということでやってます。それからね、もう一つやっぱり大問題は、なんかあの籠池さんの記者会見以来
小児科も以来もう全部平気で喋ってるからなんか正義の味方みたいなこう受け止められ方がですねないわけじゃないですけど、率直に言ってやっぱ森友学園でやろうとしてたことやってたことは大問題じゃないですか。そうだ、やっぱり教育直後を幼稚園児に暗唱させる。ある戦前の共産党の大幹部の方が私に言いました。いや小池君ね、戦前だって小学生は覚えさせられたけど幼稚園児まで覚えることはしなかったよ。確かにそうなんでしょうね。でそれをですね復活させようというのは安倍政権ですよ。憲法と教育基本法に反しない限りこれを活用する。憲法と教育基本法に反するから排除されたんですよ。でそれを天まで持ち上げてきたのが首相夫妻なわけですね。で私国会質問したの安倍さんに、昭恵夫人はいつから籠池さんとお知り合いなんですか、何回お会いになったんですか、議事録見てください、私の質問はそれなんです、それ聞いただけなんです。ところが安倍さん逆上して私の妻をまるで犯罪者扱いするのは私はとても不愉快ですよ、不愉快ですよ、不愉快ですよ、3回も言う。もう私も、ね、愉快じゃないですよ。大体国会質問っていうのは総理大臣を愉快な気分にさせるためにやってるわけじゃない。多少不愉快になるぐらいでなければ国会質問の意味はないじゃないですか。でしかもね、あの質問で犯罪者扱いって反応したってことは、あの時点で安倍さんは籠池さんに会うということは犯罪のカテゴリーに入ってたってことですね。だから私の妻は知人ですよ、公人ではありませんと、こういうわけでね。でも昭恵夫人、首相夫人の肩書きで講演してるわけですよ。講演っていうのはファーストレディーとして思うことですよ。どう考えたって公人だ、5人の官僚がついてる。でね、公人か私人かっていうのの定義の問題はいくら議論してもしょうがないけど、だでもそれだけの扱いされてる以上はそれにふさわしい責任ある行動が求められるわけですよ、ね、でそれがあれ天まで持ち上げてきたわけですよ。私はここにね重大な問題ある。でやっぱり私は今安倍政権がやろうとしている国づくりと森友学園でやられたことが重なって見えてくるんですよ。教育直後を学校教材として使うっていうのはまさに日本中の学校を森友学園化することになるじゃないですか。あれが美しい国なんてとんでもない話だね。で同時に私はああいうその勢力のなんていうかうさんくささというかいい加減さというか、これ本当にあらわになってきたと思うんですね。それは籠池さんというよりはむしろ取り巻きですよ。今まで天まで持ち上げてきた連中がこの問題が発覚すりゃいないな、自分は全然関係ないかのようなね、こういうことやるわけでしょ。安倍首相さえだってそうですよ、あそこまで持ち上げておいてしつこい方ですからね。これはやっぱり怒ると思いますよ籠池さんって。だから私はああいうね国家主義的というか復興主義的というかね、今の安倍政権の進めるこういう動きというのがいかにいい加減でうさんくさくて本当にひどいものであるかということが分かりやすい形で示されてきたんじゃないかなと。僕はね、やっぱり筋の通らない右翼が嫌いですよ。鈴木さんみたいに筋の通る右翼がね、これはね、筋の通る右翼と筋の通る右翼がどっかに一致する。やっぱりね、筋の通らないね、もうああいう右翼はダメですよ。やっぱりね、安倍的な政治ってのは本当にそういうなんていうかいい加減なねものなんだなっていうことがいよいよはっきりしたのが今回の事件だという点で言うと、私はですねそれを示してもらったことに大きな意義があったんじゃないかなと。だって教育直後を学校教材で使うっていうことがいかにこうなんていうかいかがわしいものであるのかっていうことを森友学園っていうのは見事に示したわけですよ。だからやっぱり今この問題でこれだけ世論を取り上げているのはやっぱり あの事件があったからだと思います。そういう意味での貢献はあったんじゃないか。しかし、まあ、貢献だと言って黙ってるわけにいきません。この問題、本当に、徹底的にですね、やっぱり総理の職を奪う、辞任に追い込むところまで、やっぱり戦い抜かないといけないんじゃないか。家計だけの問題なので、これやっぱり野党を結束して臨んでいきたいというふうに思いますし、今日午前、いよいよ明日、衆議院本会議で、質疑が行われる運びになっております。これももう許されない法案であります。
一般の人は対象にしないと言ってますけど、一般の人が対象になるのが今日の問題です。だって国会の答弁では組織的な犯罪集団と言うけれども、一般の、NPO 法人であるとか草野球チームであるとか、さまざまなサークルが一変すればそうなりうるっていう。で、一変するかどうかを監視するためには普段から監視しなきゃいけないんですよ。だいたい私たちは組織的犯罪集団ですというようなことを言う団体があるわけじゃない。それをその判断するのは捜査機関なわけで、そのためには日常的な盗聴監視が必要になるわけで、一般人が対象になるのは今日午前です。そしてオリンピック・パラリンピックということを口実にするけれども、オリンピック招致の IOC 総会で安倍さんは何と言ったか、今この今年も、そして2020年も世界で一番安全な都市東京ですと言ったんだね。いつから変わったのか。大体ね、オリンピック開くためには日常的に盗聴監視がやられるような国にしなきゃいけない。だとすればオリンピックなんてもうごめんだと。もうオリンピックのイメージがめちゃくちゃ悪くしてると思う。私はですね、やっぱりこれは本当に現代版治安維持法だというふうに思います。その現代版治安維持法に、今日は二見先生もお見えですけども、公明党もですね、審議に協力をすると。私記者会見で言ったんだけど、公明党初代会長、治安維持法で投獄され獄死した、そして2代目の会長だって投獄された、その歴史をどう考えているのかというふうに思います。これ絶対許されない法案ですので、だんだん反対の世論も増えてきているし、明日は日比谷の野外音楽堂で、野党も4党勢ぞろいして反対の集会も行われますので、これも廃案に追い込むために力を尽くしたいと思います。いずれにしてもやっぱり今日テーマになっている野党共闘を前に進めるためには、今当面するやっぱり課題での戦いを、本当に真剣な戦いだということが何よりも求められると思いますので、共産党はそういう役割を果たすと全力を尽くしてまいります。どうぞお力を貸してください。ありがとうございました。ありがとうございました。質問というよりも、このね、森友問題、この前の小児科問の時にはもう NHK が放映してくれましたけれども、NHK に放映させるっていうか、その、議会からいろんなものを放映させる、放映してほしいということは出すのは、安倍さんたちの方だと、と分かったんですけれども、それでもそこが出したくないですよね、こういうのいろんなのをね、放映してほしくないですよね。そういうそれなので、それを出させるにはやっぱり世論からその NHK に言って、それで NHK はこんなにいっぱい来てますけれどもって言って、言うんだろうと、国会の方に、国会というか安倍さんの方に言うんだろうと思うんですが、そういうことをしなくても森友問題とこの共謀罪に関して、そのどうにかして NHK でこういうふうに放映してほしいんですけれども、それはどうやったらいいでしょう。それは国会の委員会を NHK で放映させるっていう、そうですね、そういう放映ですね。その2つのことに関して特に、家計も、一応その NHK が放映するかどうかというのは国会のルールでいうと、それぞれ委員会がありますけど、理事会で各会派が合意をするということがこれは必要になってくるんですね。ですから自民党も含めて OK と、一応全会一致ということが必要になってくるということになります。で、ただそのやっぱり予算委員会で総理が出てくる質疑であれば、慣例的には NHK を放送を認めるっていうことに大体なっております。だから NHK が放映するような国会での質疑をやらせるとすると、やっぱり一番手っ取り早いのは予算委員会の集中審議を開かせるということになる。あとは党首討論っていうのもありますけどね、党首討論だとちょっと時間短いので、やっぱり今野党が求めているのは承認喚問と集中審議です。で、これはね、自民党は今拒否していて、今週いっぱいは答えが出せないというような逃げ回っていますが、今の野党は結束して、とにかく安倍昭恵さん、それから財務省の関係者
それから今最終盤の土地の取引に当たった弁護士、それから大阪の松井一郎副知事、これを承認喚問せよ。で、昨日参議院の予算委員会の野党メンバーが集まって、これは維新の党も含めて集まって承認喚問を要求するところということを確認しています。まあですからこれはもう、まあ逃げ回ることはできないんではないかなというふうに思ってますが、あの安倍昭恵さんだけは、まあ、出さないというふうにするのかもしれませんね。与党としては出たら何しゃべるか分かんないとあるんじゃないかなって想像もいたしますので、だからこのやっぱり集中審議と承認喚問、ここが鍵だと思います。でこれをもうとにかく求めて頑張ります。でそれを実現するためにやっぱり世論で、うん、おっしゃっていただくということだと思います。ありがとうございます。公演させるにはどうやったらいいでしょう。だからその予算委員会の集中審議になればもうこれは法案になります。大体参議院ですね。参議院ですね。いや衆議院でも参議院でも、それは同じこと。予算も通っちゃったじゃないですか。あの予算委員会っていうのは予算通った後でも開けますから。開けるんです。もうこれいつでも開けるんです。どうも、調布市の小野寺です。ドイツの母親からなんで共産党と一緒にやってんだって日々怒られてるんですが、まあ、東ドイツの歴史があるので、それは別として、あの輸血と手をつなぐというその表現力というのはすごいなと感心していて、自分はあのプロのミュージシャンとしてずっとやってきたんですけど、まあ、シングルとしてはベストセラーのタイトルですよね。だからその世論に広めるって今 NHK に言及されてましたけど、もっとそのポップ化をするのに一工夫、二工夫、三工夫ぐらい必要だと思うんですよね。で今のその森友っていうのは一つのテーマとして、もう若い世代から年配の方々、特にあの教育直後に関しては習ってる人もいるわけですよ。でそれをトラウマに思ってる人たちもいる。それをどうやって、本当世論っていうのは実は今ネット上で、まあ、電車乗ると皆さん分かるとおり、みんな下を向いてるわけですよ。でそこに世論があるんですよ、多分。だからそこを市民共闘っていうか、本当野党って今共産党が一番それに対して敏感だと思うんですよ。一緒にやってて、多く分かるんですよ。だからあの、まあ、小池さんなりの何か面白い提案があればあのよろしくお願いいたします。ちょっと面白い提案ってなかなか僕なりに答えられるところなんですけど、まああのまあ非常にやっぱりこの問題は分かりやすいこともはっきりしますね。森友問題っていうのはね、やっぱり僕がもう予算委員会の質問をやって一番こう、まあ今も結構その白紙領収書の時とかいろいろとあの反響はそれなりにあったんですけど、ここまでこうあの反響があるのは初めてだったのと、一番ねその電話なんかで寄せられる声で一番大きかったのは、僕があの安倍と麻生氏が笑ってた時に、何笑ってんだと、みんなが大変な思いで税金払って社会保障を切り捨て苦しんでる時に、国有地が 86% 割引でね、こんなこと笑って聞いてる場合かっていうのを言ったことに対して共感とかもうすごく来てるんですね。だからまあいろんなスタイル、そのポップなっていうのもありますけど、やっぱりこう真正面から怒りをこうぶつける、やっぱり野党はね反対しなきゃ野党じゃないですよ、追及しなきゃ野党じゃないですよ。やっぱり正面から国民の怒りドーンとぶつけるっていうことが一番僕はなんていうかな、心を捉えるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、もう直球の剛速球でこうやっていくということで頑張りたいなと思います。ありがとうございます。教育直後という言葉があのよく出てくるんですけれど、教育っていうのはやはりあの嘘をつかないっていうのが一番大事だと思うんですが、その安倍があのそういう関係がなかったら辞めるって言ってるんですから、その教育直後が嘘をつかないってことがまず前提だと思いますんで、何しろ安倍昭恵が自分の妻が名誉校長っていうふうに関わってるわけですから、そして安倍記念館小学校ですか、名前ついてるし、そうか講演もしてるわけですから関係ないってことをね、そういうふうに言うんだったら嘘つきってことなんですよ。これだから教育って言ったら嘘ついちゃいけないってことを教えなきゃいけないのに、嘘をつけってことをあの日本中に教えてるようなことだと思うんで、
これちょっとね、もうおかしいと思います。安倍怒りのご質問でした。全くおっしゃる通りというふうしかありません。教育を語る資格のない連中だと。昨日 の、 今村子復興大臣のね、自己責任なんてひどいじゃないですか。だって原発事故を起こしたのは誰なんですか。であれに対して自己責任でしょと、ああいうことを平気で言う、これが今の安倍政権ですよ。だそれでも嘘ばっかり、もう頭の先から尻尾までも全部それというのが今の安倍政権じゃないかと私は思いますので、もう全くおっしゃる通りだ。ありがとうございます。では最後の質問よろしいですか。はい、ちょっと重なるかもわからないんですが、民進党の方にこの間お聞きしたら、市民連合の宿敵的なのは共産党が入るからだとおっしゃってて、その理由は共産党は共産主義社会を目指しているのと天皇制を否定している、この一つが大きな原因で、その大きなところに差があってね、慎重にならざるを得ないと話がありまして、で今話をお聞きしましたら輸血の話があって面白いと思ったんですけど、まあ A と B が輸血すれば死にます、でもアコシならいいんだとおっしゃって面白いなと思ったんですが、ただ輸血するのと手をつなぐのというか、輸血は一緒の体に入っちゃう、で手をつなぐのは体は入らないけど手でアコシだけしてるという、ということは政治のまで言えば、もし政権取れたら内閣には共産党は入らないということなのかなと。具体的な政治のまでの輸血と手をつなぐ違いを考えたんですけど、その辺どうなんでしょうか。輸血って言ったら、要は同じ政党になることはないっていうことなんですよ。政党の合同はないっていうことですよ。だからその、だからやっぱりだってそれは理念違うわけですし、歴史も違うし、私もそっちで言ってちょっと民進党と一緒の政党になるのはちょっとごめんだなっていう、まあそれはちょっと勘弁してほしいと。やっぱりそのそれぞれのこう寄って立つ理念っていうのはあるわけですし、まあそこはちょっとやっぱり違いは違いとして残しつつ、やっぱりそのいろんな課題で、特に今で言えばやっぱり立憲主義っていうのは一つのやっぱり旗印になると思うんですね。憲法を平然と踏みにじって何とも思わないようなそういう政治じゃないですか。要はやっぱり教育直後だってそうですよ。あれを閣議決定しちゃったんでしょ。だって教育直後は1948年に国会で排除してるわけですね。国会で排除したものを内閣が閣議決定でこう活用するというのは、これもまさに立憲主義を否定じゃないですか。だからやっぱりね、安倍政権というのはこれ大概外れてるわけです。もうやっぱり憲法を守るっていう最低のラインのルールも守らない、そこを倒そうと。で倒した後はまた改めてこれはそれぞれの政党がそれぞれ政策を示してそれで戦えばいいわけで、今の課題は安倍政権を倒す、だから握手するのはそういうことで、その具体的なやり方としてそれは政権ができますよね。でその時に我々は閣内に絶対入りたいとは言ってないんですね。閣外協力もありだというふうに思います。そこはもう政党間の協議だと思います。まあ、閣内に入った方が多分強い内閣になるんじゃないかなって思うんですけど、それがちょっと勘弁してくれるんだったら閣外協力だっていいと思ってですね。ただやっぱりね、政権構想は必要だと思うんです。だって総選挙なんだから。でその選挙で共産党、民進党、共産党、自由党、社民党を足したらば過半数になると。共産党を入れなかったら過半数にならないという時に、共産党とは一緒にやりたくないからみすみす自公に政権やらせるんですかと。やっぱりそういう場合はやっぱり政権をね共にするっていうことが、私は合意が必要だと思います。だからその議論はしていきたいと思う。ただそれを言い出すと民進党はちょっとそれはもう最初からちょっとダメですっていうから、それを言い出しちゃうと議論が入れないから、僕らは入り口のでこのことは問いませんと。ただこれから総選挙に向けてね、選挙協力の議論をしていく中で、これはぜひ合意を作っていこうじゃないかと。入り口での条件にはしないけど、協議の中で合意作っていこうじゃないかっていうのは我々の今の提案なんですね。でぜひやっぱりそういった方向で、まあだから今野党の共闘で次の総選挙を戦うために必要なのは、一つは
共通政策で野党の戦う旗印で、それもやっぱり魅力的なもの、暮らしの問題、経済要求や原発の問題なんかもぜひ入れて魅力的な共通政策作ろうじゃないか。それが一つ。それから選挙はやっぱ本気の共闘でなきゃだ。共産党は立候補やめてくださいっていうだけじゃダメだ。やっぱりそれぞれが候補者を立てて、それぞれが真剣に応援し合うという形であれば勝てない。で、自民党公明党だってあんまりね、違う連中が一緒になって戦ってるわけじゃないですか。相手とかは学ばないといけない。やっぱり本気の共闘をやっていくと。そして政権の問題については前向きな合意をぜひ協議の中で作っていきたい。で、これがないとね、多分自民党公明党はそこだけ攻撃してきますから、政権構想どうするのというふうになったときに、やっぱりね、完璧なものでなくても一定の答えは僕は持っておく必要があると思います。それをぜひ、ね、追求していきたい。で、これが実っていけば僕は総選挙での野党の共闘は成功していくと思うんですね。で、それをやるためにはやっぱり戦いが必要だし、皆さんの後押しが本当に必要だというふうに思ってますので、ぜひお願いしたいなと思います。ありがとうございました。この間もぜひ共産党の議員の方々、小池先生、小沢一郎議員を支援する会にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。次回は次のご予定が終わりになるそうですので、お見送りの拍手をお願いいたします。続きまして、いつも小川一郎議員を支援する会に貴重なご意見をいただいております皆さんに一言お話ししていただきたいと思います。二見先生、よろしくお願いいたします。二見のばあちゃんとします。私も運輸大臣やった経験があるんですから、この森友事件にはこれ完璧に官僚が総掛かりでもって全部森友の言うに否定します。あれは完全に来たかるで、官僚というのはね、なんだっけ、過去院計算か近畿のジャンケンを言ったんですよ。その時俺は安倍さんとの関係を喋ってますからね。その瞬間に現地ではこれ大変な人が来たと、その日のうちに財務省の事務次官が話してます。そういうものです。握りつぶすと、何かあった場合、自分が責任を取らない、自分が責任を取りますから、嫌だから、全部必ず上司に言います。電話じゃなくて、ちゃんと書類で。これが官僚の世界です。だから、しかも安倍さんが、やめるって言うんでしょ、もしそうだったらね、これはね、政権守りますよ。嘘を張ったりついて全部守ります。だから、あの答弁以外に絶対答弁外れるような答弁しません。証人喚問、最初と最後まで徹底的に消します。これが官僚のやり方です。私、この間、半月の前かな、証人喚問ってね、ツイッターでつぶやいたんですよ。籠池発言とかけて共謀罪と解く心は何と言います？総理大臣の悪口を言うと全部潰される。その次、共謀罪とかけて見ざる聞かざる言わざると解く心が、これはね、唇、なんだっけ、物言えば唇寒しです。共謀罪というのはそういう恐ろしいもの。私は共謀罪は根っこから潰すべきだと思います。ね、今度の、自民党やり方は本当におかしいのはね、まず、全会合が賛成するものでは始まって、その次に、表示やって、その次に、また全党が賛成する性犯罪に関する問題であるでしょ。まずこういうことをやってかというと、
徹底的に反対をしていって肺炎に追い込むまで頑張れば、みんなが喜んでいる、やってくれている性犯罪に関する刑法も含まれると人質ですよ。その人質が肺の毛、その人質をどういくか。確かに性犯罪の問題も刑法大事だと、それ以上に国の在り方、我々の在り方、根本に関する問題を潰すことが大事なんだ。場合によっては刑法を潰れてもいいというぐらいの腹を決めなければこの問題はできません。でもそうなるとおそらく私は民進党の中にブラブラ君が出てくるんじゃないかなと思っています。私は茨城県の市民連合の共同代表なんです。茨城県の市民連合というのは大共同代表は何人もいますけども、共同代表は元市長とか村長とか町長やった首長さんと私と何人かなんです。どちらかというと自民党の選挙をやってた連中、私は公務員の選挙です。自民党の選挙をやってた連中が今の自民党ではダメだ、しかも市民連合のいわゆる革新系の人の話はよく分からん、我々が中心となってやろうって言ってやったんだから1年前すぎやめた。それで一生懸命頑張ってる。で、共産党の共産党の人も本当にこんなにとも多くない熱心熱心です。私たちは今度の衆議院選挙のいつになるかわからないけどね、早いかもしれない、あるいはわからない、だけどともかく衆議院選挙のことを、そのためにはだったと何が何でも勝つんだ、意見の違いなんかあっても構わない、人もたれ人が人が頭になってやろうじゃないかというふうに民進党の腹を決めればこれできる。茂木さんから茂木健一郎さんって言いますね、あなた世話ですよ。民進党は3個の例を持って小沢一郎と立山教訓を言ってもらえと彼は言っている。そのぐらい民進党自身が大きく脱皮しなきゃダメ。民進党じゃない、頭でっかいんだよ、腰がふらついてんだよ、足がボロボロなんだよ。これをね、頭がでかい人だってね、バカと口が合わない、天才と口が合わない、天才とバカは紙一重するんでしょ。我々その紙一重の中にいるんだから、あんまりエバるなって。だからむしろ市民の我々が民進党の国会議員の腰のフラスキをぶつぶしていく、足を上手にするためにジョギングに引っ張り出して、そして頑張っていきたいと思います。我々は今月の15日に味噌でもって市民連合結党の結成した1周年記念で山口一郎さんに来てもらって講演会を開き、そして参議院選挙に向かって、あ、衆議院選挙、衆議院選挙に向かって思う存分これからやっていきたいと思います。そのためにも民進党にしっかりしてもらわないと困るなというのは私の率直な感想でございます。はい、やりましょう、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございましたが、鈴木邦夫さん、辻の通った魅力ということでよろしくお願いします。前にこちらで、はい、お願いします。一言お話いただければと思います。よろしくお願いします。こんにちは、鈴木邦夫です。はい、あ、入ってた、はい、はい、鈴木です。小沢一郎さんは好きで応援してます。ただ小沢さんにとっては迷惑かもしれませんけど僕は皆さんと違って、リベラルじゃなくてもう長い間50年近く右翼の運動をやってきました。で、一般的にはその右翼と多分その森友ぐらいが教育直後を信奉しているんだろうと思っているかもしれませんけども、右翼の中で教育直後を信奉している人は誰もいません。20年か30年前はよく右翼の集会でも教育直後を報読でやってました。
それはなぜかというと、その我々だけはその日本人であると、日本人の最後の人間日本人かもしれないと。だから我々だけでも集まったらちゃんとその、国歌を歌い、国旗の下でその祝い、そしてまた、皇居を祝わすんだと。でそこの中で教育長を報読でやってました。ただその非常に難しいですからね、あれは。で漢字も多いし、でその右翼団体の長老とかそういう人がその読むんだったらまだ分かりますけども、若いやつに読ませるんですよ。でそれのことで元気がいい青年に読ませると、それで我々はその教育職を報読してんだという、だから右翼なんだというふうにこうアピールしたいわけですよね。でも読むとみんな閉じるんです。それでなかなかすらすら読めないんです。である時野村修介さんと僕が一緒にいたんですけども、右翼団体の集会に行ったらそれやってたんですね。で閉じてるんです。野村さんが怒って、もうそんなのやめろと言ったんです。すごいですね、右翼の集会でその言うんですから、教職はやめろと。その普通だったらね、僕なんか言ったら殺されますよ。それ野村さんとかはその、まあ、みんな聞いてたんです。で右翼だから義務としてやるっていうのは良くないと。それはむしろその教育職に対して失礼だと、そういうふうに言ったんです。で、我々は成長してるんだから、その子供の時の服がいくら良くたって、それをずっと大人になっても着るっていうのはおかしいだろうと、そういうふうに言ってましたね。で、そんなその権威がないんだったらやめてしまいと。右翼だからという義務感だけでやるんだったらそれやる必要がないですよ。って言って、それ以来右翼ではどこでもやってません。だから右翼ぐらいしかやってないだろうなと思うかもしれませんけども、右翼ですらやってないんです。でそれを幼稚園の生徒にその、愛想させてると、おかしいですよねこれね。で、あの保守派の新聞なんか見ると教育直後のどこが悪いと、全部悪いですよ。それは少しはいいことがあるかもしれない。親孝行しようとか、兄弟仲良くしようと。でも、義勇公事法実のって書いてますよね。いざとなったらば戦争のためにはそう死ねと言って書いてるんです。それはね、その当時の、時代背景があって言ってることですよ。そんなこと言ったら、歴史上のことは全て良くなっちゃうじゃないですか。だって、武士道とは死ぬことと見つけたりと、そういうことも書いてあったし、それがまたあのかっては、殿様に殉死するということもあったし、あるいは切腹する、お歯黒をする、あるいはちょんまげを言う、それは全ていいことですか？それはもうその当時としては理由があったかもしれませんけども、今は全くないでしょう。全て否定されてもんですよ。それなのかわらず日本でやったものは全ていいんだと。でその日本にはその慰安婦もいなかった、虐殺もなかったとか、そんなこと言ってる人はいっぱいいますよ今。でそんなのちょっとあのそれは歴史に対する、ね、批判精神がないし、あの歴史に対するきちっとした向き合う勇気がないからですよ。で少しぐらい文句言われるとすぐ逆上して、まあ、非国民と言われて、僕も非国民と言われてますよ。あの50年も右翼やってる。じゃあこれ以上にその愛国運動やったやつがいるのかと言いたいですね。そうでしょう。それなりに関わらずちょっとその、日本の歴史に対して批判したら低く見るという。で教育職をその、まあ、批判したらそのこと言われると。で子供に何も分かんない子供にね言わせるってそれは犯罪ですね。で多分ね安倍さんたちで夫妻は思ったのは、今のようなそのいろんな批判反日的な状況の中で教育職をやっている愛国心をその骨髄している、それは非常に素晴らしいと、だから信用できると思ったんです。でも僕に言わせればね、愛国心をその小裸に言ってるような連中はあのかえって信用できないですよ。で僕は今まであの自分は愛国者だと大声で言ってる人は1万人ぐらいあってます。でも全部インチキです。やっぱりその愛国心だとか自分は愛国者だっていうのは自分で言うべき問題じゃないですよ。日本が好きだったらば、まあ、この時代が好きだったな、日本は謙虚だったなと思ったら、それは自分の胸にとどめておけばいいんですよ。わざわざ言うことはないですよ。そうでしょ。でそれで、俺は愛国者だと、だから何をやってもいいんだ、
って思ってる人が非常に多いです。愛国無罪だと思ってる人がいる。でも愛国有罪ですよ。で、それよりはむしろ自分は愛国心なんてよくわからないと、国家のことなんてよくわからないと言いながら、人に対して優しく親切で、それで困ってる人にお金を貸してくれると、そういう人の方が結果的には愛国者じゃないですか。だからその言うべき言葉ではないですよ。で、教育職もそうですね。何もわかんないですから、その安心させるとおかしいと。僕は高校や大学になってからいろいろその教育も一回安心しました。でまた天皇の名前も全部安心しましたけど、今は全部忘れてます。で、そういうものは全く役に立てません。でそういうものでその自分は愛国者というのは大体偽物です。でそういう意味でその、実際問題で戦っている人たち、今日のこれ、小池さんなんかすごいですよね。籠池さんが問題を起こして、それで河野池さんも一緒に出てきて、それでそれをその小池さんが、批判していると。なんかみんな粋ですね。まあ、そうです。小池さんの戦い、またここに来ているあの皆さん方の戦いを、信じて頑張ってもらいたいなと思います。やはりそのこの国がだけを信じている、愛国心だけを信じているというのは偽物ですね。思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。貴重なご意見でした。ありがとうございます。勉強になりました。昨年の参議院選挙で、森尾裕子さんという立派な議員を作り出したことが今日のこういう集会を開くことになったということで、非常に、まあ、敬意を表示します。森尾裕子さんを生み出したのはやっぱり野党共闘と市民連合の力ということは間違いがない。しかし野党共闘と市民連合といっても非常に流動的ですよね。で特に今年の6月22日から始まる東京都議選で、おそらく小池新党が過半数を超える、ないしはそれに近い数字を取り、民進党は限りなくゼロに近づくだろうと、こういうふうに言われているわけですね。でそうなると出来上がった小池新党は野党なのか与党なのかわからない。だから野党共闘で、それを支える市民連合と言っていたら、野党か与党かわからないような政党が出てきてごちゃごちゃになるわけですから、やっぱりそういう時にじゃあ野党共闘市民連合が基軸になるのは何なのかっていうところを、もう一回その理念なり原則を捉え返していかなきゃいけないんじゃないかな、こういうふうに思います。おそらく民進党は負けた後、代表選挙蓮舫さんが辞任をして、まあ今はその前原さんを担いで、というような動きもあって、それを軸にもう一回野党共闘を再編でき、もっと民進党が外に出てくるようにしようというような動きもあるけども、それもそれとしていろんな流動的な要素の中の一つの要素だろう。それは、その事実の上でやっぱりここ局面局面で考えていけばいい。とりあえずはやっぱり都議選で小池新党と言われてますけども、小池さんは日本会議の副会長です。ですから、まあ、小池さんのこの問題で森友学園の教育直後を進行している連中とあんまり変わりがないというふうに私は思います。だからそういう意味では小池新党にちゃんときちっとものを申せるような、そういう政治勢力を都議選の中で一人一人議員を作っていくということが重要なんじゃないかなというふうに思います。時間がないからこれ以上は申し上げませんけども、都議選で今度立候補を予定している、さっき発言した小野寺さんもこの、集会に参加しておりますけども、そういうそのしっかりとした気持ちのある心のある候補者っていうのは今、無所属の中で10人、15人、20人います。そういう人たちとも連携をしながら、まずは都議選を戦って、その上で来たるべき衆議院選挙で本当の意味での市民が応援できる、そういう政党、野党共闘を作るために頑張っていこうじゃありませんか。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の質問となりましたので、締めの挨拶を伊藤先生お願いします。どうも皆さん今日はお疲れ様でございました。さすがに小池先生は本業がお医者さんだけあって、AB 型、AB 型と B 型のお話をされてましたけれども、一つだけちょっと彼が出なかったことはですね、A 型 A をその B に輸血すると、あるいは逆の
場合も、まあ、死別をしますけれども、 A 型と B 型の親がですね、子供を産むと A も B も O も AB も全部生まれる可能性があるんですね。だからつまりこれはまあ民進党と共産党だけじゃないけれども、この野党が協調することによってあらゆるその可能性が生まれるということです。それで、まあ、今日のお話の内容を簡単にまとめるとですね、まあ、一言でまず野党共闘の秘訣というのは特にないけれども、一つ一つの課題について、それぞれが全力を挙げて、共闘の戦いを進めていくと。そして、大事なことはまず一つはその共闘については本気になって共闘をするということが一つと、それからもう一つはそのための大義を立てること、この二つが、まあ、今回の新潟における二つの選挙での勝利を保証した原因であるということが、まあ、今日の大体のお話の一角ではなかったかというふうに思います。で、まあ、今のその籠池森友問題をめぐってですね、まあ、場合によってはその衆議院の解散総選挙が意外に早く訪れる可能性もあるのではないかというふうに思っております。で、したがってどんな場合にでもそれに対応できるような共闘体制というものをですね、一刻も早く構築するということが欠かせない課題であるというふうに思っております。そういうことでこのような会をですね、今後また何度か開催することによってさらに共闘の輪を広げるための努力をいたしたいと思っておりますので、今後ともぜひよろしくご協力お願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。